聴者の皆様、こんにちは。ゆっくりうなぎさんチャンネルのゆうだよ。今日はお約束していた大きな流れさんのチェンジ動画です。アリエスの時代は7月29日まで有効だよ。今度の時代はタウロスです。うん、まず植物はオリーブやスマッシュルームニンニク、食べ物はステーキ鶏のソテーサーモンマリネ、お仕事は農業牧畜用建築用固定作り清掃用不動産用だ。観光はアイルランドスイスエーゲ海ノルウェー韓国イスラエル、色は緑と黒。子供は五感に優れた子、誠実な子を大切にね。ジェンダーは女性的な女性、女性的な男性。お星様は金星と冥王星。何かの小さいのは富士山等だよ。小さいんだしはこんな感じ。今回の運気だけど、まず人類紀元前4世紀にマケドニアのアレクサンドロス大王の時代はヘレニズム時代と呼ばれています。パレスチナ地方で見つかった近い文書ではメソポタミアの学問を見ることができます。詩人アラトスによりすっかりイケメン化されギリシア世界に鍛えられています。今回の運気もうぐうです。今度の大きな流れさんチェンジの時もそれとなく伝えてみるね。みんなとは、ガンダムさんのお話を、僕はわりかし、コンビニのイチゴ買って、ブルーさんたちは、赤い目より、緑色の目の時の方が好きやき。ブルーさんはセガサターンだけど、今制作中の投稿動画とかあるから、ある程度、形になったら、出してみるよ。それはわからないけど、2号機が青で、3号機が白色なのも、きっと隠された何かがあるのでは？うんでー。お仕事のお時間です。空中スタッドのことは、日本海洋サービスさんまでね、アメブロと説明文に掲載しておきます。僕のアメブロも、よろしくね。占いのことは、メアドまで、うんありがとうと、次回はまた別の動画で、お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。